こです。そして皆さんこんにちは、私たちババババンビです。緑色担当池田メルタです。桃色担当ウサです。白色担当高梨瑠衣です。赤色担当岸美優です。青色担当水上優です。本日は私がオリックスバッファローズさんの方で特別始球式を投げさせていただくんですけれども、その前にこのババ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 バンビのね、皆さんも私たちの前にビーズガールズさんとグラウンドで特別パフォーマンスをしてくれるんだよね。はい、そうなんです。オッキーダンスバたぶん疲れてくるわ。何があっても全力で楽しみそう。せーの、バババンビ。バババンビ、は7人グループって聞いてる。あれ1,2,3,4,5,6。あれ、あんたたちも6人なんだよね。すいません、一人ね、吉沢さんっていう人が、ちょっと遅刻してます。すいません。この後リハがバーンってあるんですけど、そこにも吉田さん間に合わないみたいなので。やば。そうなんですか。今見ました。やつなんですか。リハーサルの結構やばい。後半大丈夫かな。グラウンドでやるリハに間に合いません。まだ100歩譲ってさ、みんなだけだったらいいけどさ、ビーズガールズさんたちもさ、いるわけだからさ、なんて言えばいいのか、一人いないことを。バンビの出番がナシコさんの前なのでね、いいバトンをつなげるように頑張りたいと思います。一人いないけど頑張って。お願いします。どうですか？もうここで踊るもので本当だって感じ。緊張して絶対緊張するよね。緊張すると思う。どれぐらい練習してきたとかありますか？でも結構 2,3 日ぐらいしっかり、レッスン場所借りて、先生に教えていただいて、昨日も夜10時まで来てました。自信あるってことですもんね。だから自信はあります。強気。では1日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おはようございます。今からリハーサルさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、岸美優さん、そのドセンターどうですか？ちょっと買ってちゃいますか？もう全然違う。普段は番号が書いてあるので。いけてますか？広すぎてもうびっくりしてます。やばい。お願いします。Thank you.
いつもそう、いつも番号でやってるから、その感覚が難しい。感覚でやるのが初めてだから。かぶったりしてないです。難しい。結構まごまご皆さんしてましたね。なんか、どこ行ったらいいのか。なんか後ろと被ってないのかなと思って。広がりすぎて。はい。ありがとうございます。戻っていただいたところで、めっちゃ良かったです。ありがとうございます。踊ってただけだったから、狭いレッスン時まで。うん。これ、あかねさんいなくて大丈夫なんですかね。まあ伝えます。でも一番あの対応力はあるメンバーなんで。あ、そうなんですね。ここで、まあこの丸より内側を、丸より内側を。このはいないんです。まあいないです。ないです。もう一枚タイミング間違ったらやばいです。餌覚えて。違いますか？全然違いました。あの振りはやっぱ練習してきたんで大丈夫なんですけど、立ち位置が結構立ち位置難しいんだよ。なんかさっきうち必死に目印探しても、ここの前に行ったら私の位置だみたいな。私はコーラの看板の前は。そうだし、一人のなんかこれ私のとこだみたいな。はい、ということで目の前になんか美味しそうなものがたくさん並んでますけど、はい、皆さんこちら球場でしか食べられないオリックス選手が実際にプロデュースしてくれた商品になります。ありがとうございます。しかもこれ帽子の形になって、めっちゃ可愛い。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 いただきます。いただきます。うん、まっ。めっちゃこれもサクサクで、お肉も柔らかくて、でこれチークワーターもさっぱり食べてる。美味しそう。絶対美味しい、間違いなく美味しい。さっぱりしてる。ピーチは甘いのかなと思って。夏にぴったりな爽やかなお味でございます。明太子が意外とあのマヨネーズ混じってて、あ、甘辛で、あのささみだから甘くて本当にいいですね。いいですね。すごい量がいっぱい入ってて嬉しい。美味しいです。上に鶏肉もいっぱい乗ってるから、友達とシェアしてもいいぐらいたくさん入ってるのがおすすめです。シェアしよう、ね、シェアします。後でね。これは精神性に謝るしかない。ナシコさん、公園で練習してましたね。公園で練習した。大久保のね。今筋肉痛は大丈夫？めっちゃ痛い。しっかり。8時半です。今日の集合は8時20分。
分。あれ、うん、今は1時。1時になりますね。すいません。だってもう目開いてないもんね。まだ寝起きの顔してる。でも、ダンス完璧に覚えてきました。ちょっと一瞬だけ、触りだけよろしいですか。どんな感じですかね。ワン、ツー、スリー、自分が。重点的にどんな感じなのか。はい、わかりました。大丈夫ですね、吉田さん。はい。している7人組のアイドルグループ、ババババンビさんによるコラボパフォーマンスです。ババババンビさんのコンセプトは馬と鹿。今の日本、嫌なことや難しいこともたくさんあるけれど、この瞬間だけはバカみたいに楽しく生きたいという願いが込められています。皆さんも一緒に手拍子をして盛り上げましょう。ヒーロー吉田はふざけてんな。あの強いメンタル何なの。広がるスタジアム熱いプレーに心踊らせて戦うその眼差しがいつでも
いや、やっぱなんかパワーというかエネルギーが本当にすごかったので、なんか一緒に踊ってて私たちもなんかすごい元気になれたというか、本当に楽しかったです。ありがとうございます。楽しすぎて一瞬で終わった感じがしました、ね、うん、今日はすごいあっという間でした。吉田さん今日ね、僕社がね今日は踊らさせていただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。